爆笑ダイエット漫談、中高年なかなか痩せない、体重が増えるばかりです、さらに足腰が効かなくなる、困ったものです。大丈夫ですか？そうなっていませんか？体はすでに骨董品、鏡に映った自分の姿を見るとため息が出ない。振り返ればあの時あの旅へ行くんじゃなかったと、あんなに食べるんじゃなかった、みんなで食べれば怖くないと食べてしまった、ただひたすらに食べる旅、楽しかった、でも帰ってきて体が重い、体が鈍い、膝に痛みが、スカートが小さくなった、私成長した、太ったんです、一度ついた脂肪はなかなか減らない、さあどうしたものか、運動はしない、食生活は変えない、ひとまず現実逃避、鏡を見てもこれは仮の姿、本当の私の姿じゃないと言い聞かせる、でも周りから少し太ったの言葉がチクチク痛い、記憶力も低下、芸能人の名前がすぐに出てこない、ほらあの人あの人あの人ではわからない、エステや整骨院へ行くも根本は変わらない、健康診断前だけ頑張ってそれをやってもいい判定、肝機能、血圧、コレステロール、血糖値全てに引っかかる、医者からは魔法の言葉をいつももらう、そう適度な運動と食生活を見直し、ジョギング始めて3日坊主にならない、3日も続かない、でも何をすればいいのかわからない、考えれば考えるほどお腹がすく甘いものが欲しくなる、うん食べてから考えよう、そう言ってドーナツを食べる、痩せるわけがありません、痩せようともしません、私は意志が弱いという強い意志をお持ちです、困ったものです。30年前スリムだった、スタイルいいですねと周りからよく言われた、冷蔵庫は両手で閉めていた、今は大きなお尻が大活躍、血圧と血圧が高い、昔の友達に会えない、会いたくない、こんな姿を見られたくない、街で久しぶりに高校時代の友人を見つけた、なぜわかったのか、変わっていなかったから、でも私は変わってしまった、自己嫌悪に陥る、ストレスを抱え、そして食べる、負のスパイラルです。このままでいいですか？さあ一年放棄して痩せませんか？食生活9割のダイエット法、お気楽ダイエット、痩せる食べ物を食べていく、食べるダイエットです。3ヶ月で5キロ、6ヶ月で11キロ、9ヶ月で25キロなど、皆さん痩せています。開発の私自身、3年前7ヶ月で33キロ痩せました。高校の友人からは変わらないねの言葉をいただきます。3年前の友人は気がつきません、素通りです。さあ痩せておしゃれな服を着ませんか？痩せて颯爽と同窓会に行きませんか？痩せてご近所さんを驚かせませんか？痩せてパートナーをもう一度振り向かせませんか？痩せて人生を変えませんか？もう苦しいダイエットはやめましょう、楽しいダイエットをしましょう。5万円の洋服を着るより5キロ痩せた方がおしゃれです。何年タイムスリップしますか？準備はよろしいですか？詳しく知りたい方はブログをチェック。